ランディ・スクラッグス、1996年、ランディリン・スクラッグスは、ナッシュビル出身のアメリカの音楽プロデューサー、ソングライター、ギタリストである。13歳の時に、初めてのレコーディングを行う。クラミー賞を受賞し、カントリーミュージック協会賞では、ミュージシャン・オブ・ザ・イヤーに2度輝いた。アール・スクラッグスの次男である。ソングライターとして、ランディは、ウィー・ダンスとエニュエイ。 ラブドン d ケア、ラブハズノ love has no l i ト h t don't make it, easy ン o r me, chance of loving you, a に参加。ランディは様々なアーティストと仕事をしてきた。例えば、マイケルカード、タルボットブラザーズ、ウェイロン・ジェニングス、ジョージ・ストレート、エミル・ハリスなどである。彼のキャリアは1970年リリースの兄のゲイリーとのコラボレーションアルバムオール・ザ・ウェホームに、 始まる。1998年には、ソロデビュー LP クラウン・オブ・ジェルズをリリース。ランディは1972年のジョン・ハートフォードのアルバムアエレオ・プレーンでエレキベースを演奏。1994年には、父のアールスクラグス、ドクワトソンと共に、レッドホット・オーガニゼーション監修のエイズ支援アルバム、レッドホット・カントリーで、キープオンザサニーサイドを演奏。 2018年4月17日に死去、64歳坊津、ありがとうございます。